私、パパみたいになる。パパが通った大学を卒業して、パパに負けない素敵な発明をするの。ただいま、パパ。おじいちゃん。ずっと君に研究成果を見てもらいたかったんだよ。わしの教えを思い出せ。大好きだよ、リッカ。見つけて、追い詰めて、イスルギの流儀で必ず復讐を果たす。この現実を抱きしめて明日へ走り出す。私の依頼、本当に受けてくれる？何があったのかは聞かない方がいいんだよね。ここから先は本当に戻れないぞ。戻る場所なんてもうないでしょ。